おはようございます。昨日の日体大長距離記録会 5000m 最終組で佐久長聖高校3年生の吉岡大翔選手がとんでもない 5000m の日本人高校最高記録をマークしました。13分22秒99、すごい記録です。今までの日本人高校最高記録が去年の今駒大1年生スーパールーキーとして活躍している佐藤圭太選手の13分31秒9いくつなんですけど、それをまさか30秒切って、その20秒台前半23秒ぐらいの高校記録を出すとはさすがに思いませんでした。まあ戦前の自分の予想としては、去年の佐藤圭太君の記録が、まあ、すごい記録なんで、まあ、40% ぐらい吉岡君が破る可能性はあるとは思ってましたけど、まさか30秒ギリギリ切って29秒ぐらいがもうそれがマックスだと思ってましたら、ほぼ23秒で走ってくるというとてつもない記録が出て、もうちょっと興奮しましたね。これはとんでもない記録なんですよ。本当に自分が高校の時ぐらいはもう35年ぐらい前なんですけど、確か世羅高校の自分より1つか2つ上の工藤選手っていうのが14分13秒出して、それが結構な破格の高校記録だったんですけど、それより50秒以上早いんですからね。確かその、89年自分の2年、2学年下になる国学院久我山高校の武井隆二選手、まあ、その後早稲田実業と早稲田大学とか SB とかで活躍した武井隆二選手が高校生初の 5000m 13分台出したんですよ。これ1989年だったと思うんですけど、それもすごい記録だと思ったんですけど、それから33年でとうとう13分30秒切って13分20秒台前半までいくという恐ろしい記録が出ました。この吉岡選手って本当になんか中学校の時からなんか全国広島駅伝で長野優勝の立役者になったんですよね。確か6区の中学生区間でかなり負けてたんですけど、その段階で逆転して区間新記録で出して、それ長野が逆転優勝した立役者だったんですけど、そこから佐久長聖に進学して高1で 5000m の高校1年日本最高記録、高2でまた高校2年生の日本最高記録と着実にステップアップして、そして高3の昨日とうとう13分22秒99というとんでもない、大学生でも大学でも歴代10位に入るぐらいのすごい記録を高校3年生で出すという、本当にすごい選手だと思います。これ都大路1区走ったら今までの1区の区間日本人最高が28分48秒って言って、今青山学院3年生の佐藤一成君が高校3年の時に出したタイムなんですけど、確実に普通に走れば28分30は間違いなく切ると思います。都大路の1区って普通のトラックの10キロ1万メートルよりも多分30秒は遅くなるんですよね。もう上り勾配でかなりタフなコースなんで、30秒から40秒ぐらいは遅くなると言われてますが、それでも28分30、下手に28分20ぐらいというとんでもない記録が出るんじゃないでしょうか。まあ、1区を走るのか3区を走るのか分かんないんですけど、佐久長聖高校日本人だけなんで本当頑張ってほしい。優勝は分かりませんけど3位とか入ってほしいですね。吉岡君3区とか走って外国人留学生と互角にやれる可能性もありますね。多分勝てるかどうか分かんないですけど、10秒から15秒ぐらいの差では来るんじゃないですか。それくらいすごいです。本当高校卒業後は順大に進学ということが発表されましたが、ちょっと意外でしたね。佐久長聖から順大ってあんま行かないんですよね。あの99年に卒業した佐藤清春君というとんでもない、その当時の高校長距離も歴代ナンバーワンだと自分も思ってるぐらいのすごい選手がいたんですけど、それが順天堂大学行って結構まあ潰れてしまったんで、そこから佐久長聖とあんまり順大っていい関係じゃなくて、あまり有力選手が行かなかったんですけど、
吉岡君も早稲田とか駒沢とか行くんかなと思ったんですけどね、順大でやっぱ三浦選手、東京オリンピック 3000m 障害7位入賞の三浦選手のやっぱ影響があって、やっぱ世界を目指したいんで順大に行くってことで、まあ、面白い挑戦だと思います。本当に昨日は吉岡君のスーパー記録に私はもう興奮しました。